彼は若月武志君。ごめんなさい、また壊しちゃった。空中チタン製コントローラーを軽々握りつぶしてしまう怪力、うん、このまま成長を続ければ日常生活さん、少し彼と話せませんか。え、おじさんを殴るの？おじさん、ダメだよ、思いっきり殴るなんて。たけし君、 おじさんが一ついいことを教えてあげよう。自分の本気がどれぐらいなのかしっかり把握しておく。自分の本気、生まれて初めて人間を本気で殴った瞬間だった。その後私は叔父の地位を引き継ぎ、彼との交流はその後も続き、そして今は我が社自慢の最高。